ピエール・バン・コートランドはニューヨーク州の初代副知事、フィリップ・バン・コートランドとキャサリン・デ・ペイスターの息子としてニューヨークで誕生した。英本国への忠誠を確保するための英国当局の努力にもかかわらず、アメリカ合衆国の独立の際には植民地勢力に協力した。第四代ニューヨーク植民地議会副議長として1776年から1777年に、 かけて、ニューヨーク州憲法制定会議に招集された。1777年ニューヨーク州知事選挙において、ジョージ・クリントンにニューヨーク州副知事選で敗れた。1777年、ニューヨーク州上院議員、さらに臨時上院議長に選出され、つまり副知事代理を務めた。1778年、空席となっていた副知事に選出され、 1778年6月30日に就任した。5回再選され、1795年までその座にあった。ギルバート・リビングストンの娘ジョアンナと結婚した。長男は政治家フィリップ・バン・コートランド。次男は政治家ピエール・バン・コートランド・ジュニア。ファン・コートランド・アッパーマナーハウス、コートランド軍、ウエストチェスター軍、コートランド、 ピエール・バン・コート・ランド中学校は、ピエール・バン・コート・ランドにちなんで命名された。ありがとうございます。